はい、皆さんこんにちは、バーナムでございます。皆さん大変お久しぶりでございます。すいません、映像制作の仕事が立て込んでおりまして更新サボってしまいました。今日からまた普通に上げていけるような感じになったと思うんですけど、どうでしょうか。早速行ってみたいと思います。あっつ、まだね、夏が終わっておりません、ね、夏の終わりに向けてもう、ね、キャンプしたいじゃないですか。なので装備を整えていこうと思います。今回は相変わらず就活やっていこうと思うんですけれども、ラングラーはいかんせんですね、収納がかなり複雑でございます。このラングラー独特のですね、中にバーみたいなのがあるんですね。このバーみたいなところが邪魔をして結構空間設計が複雑になってます。なので今日、注目したいのはこの空間ですね。ここね、分かりますか。なんか入れたいんですよ。ここの空間に何か入れたいんですけど、ここがね少し傾斜になってて、こんな感じでなんか置こうとしても落ちちゃうんですよ。こうね、落っこってしまう。仮にこうなんとかこうね、とどめたとしても走った瞬間こうですよ。でここに壁があればいいのになって皆さん思ったことはありませんでしょうか。もう皆さんとっくについてますか。これね、こういう隙間には長物入れたりするんですよね。ラングラー乗ってる方はね、ここに長物を入れたりするんですが、ここの使い方ね、なかなか難しい。両側ありますからね。何か置きたい、ここに壁があったらいいのにな、そんなのを叶えてるパーツを今日は取り付けていこうと思います。はい、こちらですね。これプラスチックですよ、いつも通りの。はい、まあするんですけど、ずっとないよりはあった方がいいかなって思います。ここになんか溝のようなものがあって、ここに小物を入れられて、ここに小物を入れられる。さあはめていきましょう。今日はねすごいすぐ終わっちゃうんで尺はほとんど取れないんですけれども、これをはめていきますね。ここにこれ左右ありますね。2つともパーツを出してみましょう。Amazon のリンクは下に貼っておきますので、あ、いいじゃんって思ったら買ってみてください。2つパーツがありまして、多分これは左右ね、そうですね、左右違う形になってます。はい、左右違う形になってますね。でね、おそらくこうだと思うんですけど、少しだけ大きさが違います。ほら、こんな感じで少し比べてみると分かるんですけども、こう左側の方が少しだけ小さい。はい、こうなるとこっちが左側になりますからね、左側の方が少し小さいです。それでは早速はめていきましょう。はい、これだろうな、多分ここにこれがこうつくんじゃない。おい、ほい、ぴったりですね。まあぴったりでしょうね、それ用に作ったんですからね。あ、しかもね、これここに両面テープがいっぱいついてるんですけれども、なんかねはめた感じ、まあどうなんだ、こう浮いちゃうのか、こう浮いちゃうんだね。ただ両面テープをつけなくても落ちはしないだろうなっていう感じですね。ほら、ただここのところちょっと浮くんで、1枚だけこれちょっと両面してみましょうかね。ほら、使いづらかった時に剥がすとなると、この車用の両面テープってものすごい強力なんで、なかなか取れない時がありますから、ちょっと貼る時躊躇します。だから使いづらかったら私が人柱になってるんで、皆さんは買わなければいいだけの話ですから。私がねこれね取れなくなると超大変なんで、はい、一応1枚だけここに両面テープを貼ってみました。さあこれでね、こういうのもこう入れておける感じになるんですね。結構便利だと思うんです。暑いな本当に今日な、ね、結構入れると便利になると思います。さあこれでね、もう片っぽもやってみたいと思いますね。もう片っぽはこちらにつきます。こちら側ですね。こちら側ね、結構配線があるので気をつけてもらいたいんですけれども、ちょっとカメラを動かします。あっち、
さあこちらでございますね、ここに取り付けていきますよ。はい、パーツはこれです。でこれを一回仮で乗せてみますと、よいしょ、おもうすっぽりなんてことないですね。ここにポンと。でやっぱりここもこういう動きに対して浮いてしまうので、まあこれ、まあ、全部止めるのが一番安定してていいんですけど、使いづらかったっていう時に私が取るための逃げです。ここだけ剥がして仮止めして、使いやすかったら全止めしていきます。こうですね。お、つかないですか。つかないじゃん。設置してない可能性がある。あ、なんかここ設置してないですね。うん、ちょっと浮いてるみたいですね、ここのところが。くっつかない、くっつかないですね。よし、まあでもとりあえず乗ったんでよしとしましょう。どっちも設置してないのかな。両方取ってみましょうね。これを両方取ってみたいと思います。まあね、こういうのにありがちですけど、完全フィットはしないっていう、まあそんなもんですよ。はい、じゃあ行きます。はい、これで、あ、ダメだね。こっち側完全に設置してないですね。あ、ついた、ついたわ。あ、つかないわ。ダメですね。うん、これだけじゃ、ここ設置してないんで、これだけじゃ止まらないことが分かりました。まあちょっと一個ずつ剥がしていって、ちゃんとくっつくまで、まあ型取りというかサイジングがおかしいんでしょうね。ただはまんないってことはないんで、あ、まあまあ固定されましたね。はい、ここ一番奥のこの R の部分剥がしたら固定されました。なので仮止めしたい人は、あの、ここのここね、一番奥のところ剥がせば仮止めできるはずです。はい、これでこういうのが楽に入る感じですね。あっちへ。はい、はまりました。さあこんな感じで少しずつ小賢しいパーツをつけていくんですけれども、まあ、このチャンネルは車のデコレーションというよりは車の中で旅をしながらゆっくり仕事したいというチャンネルですので、この車で簡易的に過ごすためのパーツをどんどん揃えていければいいかなと思います。はい、まあ、こんな感じでちょっとずつパーツを取り付けていきますので、これからもよろしくお願いします。なるべく更新します。いいなって思ったら、あの、グッドボタンを押していただけるとすごい制作の励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。ではまたね。